ライ,フクライブショー第240回、ちょっと短めのライブショーなんですけれども、最近注目が集まりつつある仮想通貨、e ー h e r i m について、あと、ついに買ってしまいました iPadPro12.9 インチ、第2世代についてご紹介いたします。それではどうぞ。ライフハックライブショー第240回。ということで、ライハックン j p の堀です。 えー、ようやく届きました。ようやく何が届いたかというと、じゃーんとこれです。iPad Pro 12.9インチ。iPad Pro の12.9だから、12.9だと第2世代ですよね。先日10.5は第1世代ですね。10.5 10. は初めて出たやつなので、12.9は第2世代になるんですけれども、の iPad Pro です。えー キーボーボドあれですよねスマートキーボード、G スパンのやつを、新しいやつを買って、デカデカと試しているところです。まあ、なんでまた12.9なんですかって話があるわけですけれども、あのー、ね、でっかい、<laughs> 本当に大きいのを今日届いたところで、えー、いろいろ試しているところです。あのー、ネット上ではですね、あのー、 ジェット大介さんがまたこれが iPad 欲しそうなわけですよ、ジェットさんがね。で、あんなもんいらねえよ、と。あんなものをね、何の役に立つんだよ。動画も編集できないよ、こんなんじゃ、と。こ明らかに欲しそうにしているので、僕がちょいちょい、僕のやつ来週届きますよ、と。僕のやつ12インチで 512GB でセルラーもぶっこみましたよ、みたいな感じで、こう、スルスルっと煽っていたらですね、 分かった、もう堀さんの言う通りにして今回は買うわっつってジェットさんのこのまだまだちょっと今一歩いらないって分かってるんだけど面白そうすぎてもうなんかこうこ気持ち悪いから「あやっ勝ちまえ」っていうのこのねジェットさんよくありがちなカメラでもそういうのあるんですけども、えー、ちょっとそそのかして、えー、ジェットさんともども iPad を に、えー、入ってきましたなんでこのタイミングでっていうのはもうしばらく前から申し上げている通り iOS11 がね告知されて以来あのー、ようやくアップルがこれをラップトップのと並行して使えるような少なくとも並行して使えるようなものにしていくつもりなんじゃないのかというこの本気さが見えてきたのでもうその本気があるんだったらまあ 真っ先にそれを見てみたいという気持ちがあるわけです。なんからこのモぞモぞ感がですね。あのアイフォンが初めて出てきたときにすごく似てるんですよ。なんかこう袖の下になんかこう隠してる。なんかこう、まだまだあるんでしょ二の手三の手があるんでしょっていう感じなんです。ただ。冷静に見るなら。冷静に見るなら、アイパッドの売り上げってのは着実にこの数年間で減っていまして。ええー、アイパッドがもたらすべきだった。世界っていうのに、やっぱりいまいちね。 到達できていないなんですよねでそんなことやってるうちにタブレットのマーケット自体も縮小してしまってもうアップル一強の状態になってるので、まあ、やりたい放題やってるわけですよね。で今回のこれもあのー、ねリフレッシュレートが普通のパソコンよりも上だったりなんか120の、あのー、リフレッシュレートだったりしてもうそんなに必要ないだろうっていうぐらいのイノベーションをぶち込んできているわけですけども何のためにそれをやってるんだろうねっていうのがいまいちわからないのでまあここは毒を食らわばさらぶっていうことで。 全部でいきました。12.9インチ、512GB、Wi-Fi プラスセルラーで、キーボード買って、ペンシルは後日届くので、これで全部です。全部で18万円コースです。<laughs> ここ最近の仕事が全部これで吹き飛びましたね。誰か仕事をください。ということで <laughs>、えっと、はい、しばらくこれで原稿も何もかもやっていこうかなと思っています。 ひとまず使い始めたところやっぱりこれはもう分かっていることなんですけれども、えー、あれですね12.9だと、えー、フルサイズのアプリをこう半分半分にこうスプリットして使えるわけですよね、えーっと。画面を半分ずつ使っても結構ちゃんと場所がありますので、えー、っと例えば「ユリシーズ」で原稿を書きながらもう片方のところにあのウェブブラウザを開いておくっていうのも普通にできますので。うん まあ原稿を書くときにはいいのかなと。あと、新しい JIS キーボードですか。まあ、僕は、あのこの、かなって書いてあるところ、ポンと一回押すだけで日本語変換に変わるっていうのはこれがすごく好きなので、今までのキーボードだと2箇所を押さなきゃいけなかったですよね。それが煩わしかったので、えっとかな一発で日本語に変わるっていうのはとても嬉しいので、えっとこのキーボードでちょっと打ち始めたら、あ、これはいけると。あのー、割とね、あの何も考えずに打っても打ち間違いが少なかったので、えっとあ これはなんとなくいけるなと。ただ、傾きがね、膝の上に乗せてやってると iPad も交側に倒れそうになるので、結構この机とか表面が必要なのかなと思います。えっ、ー、と、動画編集は早速入れてみました。えー、とですね、もう早速この SD カードのリーダーも買いましたので、えー、GH4 から1080のえ動画を5分ぐらいかな、えっ、ー、と、分を えっと、十二20ファイルぐらいかな。に分かれた5分分の動画を読み込ませると、だいたい4倍速ぐらいで、この SD カードだと、えっと、読み込めるので、えっと、これかな。95メガバイトパーセカンドの、えっと、結構早い SD カードだと、まあ、たい4分の動画を1分で読み込むという、そのぐらいのスピードですね。まあ、十分かなと。あの、ちょっと、1日動画を撮って20分分ぐらいのフテージを撮ったら、まあ、4、5分かけてそれを読み込んでおいて、 まあなんかスタバーかなんかでピュッピュッピュッと編集してえと出しておくと。で最後仕上げをプレミアかなんかにも送り込むっていうそういうスキームを考えてます。いけるかないけるかな <laughs> なんとなくいけるような気がし,しています。うん、ちょっと何回かに分けて iPad 12インチあの日記みたいなものをやろうかなと思いますので、えー、ライフ i v e j p の方で。 最近サボってるな、ブログね。本当に。<laughs> 動画とかこう、いろんなものやってるうちに、だんだんねあの、少しずつサボってるんですけども、少しずつやろうかなと思います。今週、いくつかニュースがありまして、えー、っと、告知しなきゃいけないこととか、説明しなきゃいけないことがあるので、それが終わってからニュースしたいと思うんですけれども、まず最初に、えー、もう早いところだと、書店の本棚に出始めていますのが、こちら、新刊、えー、マストドン、次世代ソーシャルメディアの全てです。 えー、吉祥寺の純烈道にはもうなんか目立てしててくれてるらしくてですね、ありがとうございます。あの、アマゾンの方ではね、ベストセラーマークがついてるんですけど、このベストセラーはなん、どういう意味でしょうね。前見たときには、マイナビ新書のビベストセラーですね。<laughs> マイナビ新書の中では売れてる。母数どのぐらいなんだろうな。ぜひ、もうちょっと上のカテゴリーでベストセラーになってくれると嬉しいんですけども。あの、はい。とりあえずね、 えっと、松尾さんが IT メディアの松尾さんが1章を読んでいただいてああもう1章だけでもこれ読む価値あるよっていうふうに言ってくださってて本当にありがたいことだと思いますで1章でここまで行ってるけどもうちょっと行けばよかったんじゃないって言ってる記事が出てたんですけども安心してください5章まで行けば1章にもう一回戻ってですねもう一回同じことをもう一回深く切り直したらそこまで行くんですっていうふうにそういう本になってますのでまああのちょっとね射程が長めに取ってやる本 に仕上げてありますので、まあ、マストドンって何ですかとか今何でこんなふうになってるんですかっていうことは分かる一冊になってるかと思います。あとですね、今週ちょっと面白いあの取り組みを始めまして、えー、またお前らかと言われそうなんですけれども、えー、モジュール。綴りは LE が一つ足りないんですけど modul.jp。M o D U L. J P モジュール JP という、えー、ウェブマガジンを開始しました。えー、あれですね。後ろに何人いるのか多分今のところよくわかんないと思いますけど、まあいつもの面々です。えー、っとですね。石谷さんが、えー、っと、中心に立って、えー、っと、このウェブサイトとか、えー、っと、そういうものの立ち上げに携わっておられて、デザインは、えー、っと、和樹さんが。 やっておられてで後ろでライターとして僕小暮さんそれとか武者さんといった人々がえー、並んでますでねこれ「アバウト」のところを見ていただくとですね「谷町式ウェブマガジン」と目打っています谷町式ウェブマガジンって何 という話なんです、ねえっと、谷町っていう言葉自体がもう最近だとあんまり使わないですよね相撲とかでよく使われていたりまああのねえっと要はあのひいき筋の人があのスポンサーになるっていうそういう言葉ですよね谷町筋とかそういう言葉としてよくあるんですけどまあえっと要はこの取り組みってこの「 アバウトのページにもしっかり書いてあるんですけれどもここ最近ちょっとにぎやかになっていたあの記事広告だとかあるいはオウンドメディアといったものにちょっと斜めのアングルから試してみたいなっていうことでもうほんと今日ねメディアを始める時に、ま、なんかこう、まあれですよね体力のつく限りブログを勝手に書いてね アドセンスだけで例えば生きていけるんだったらそれはそれですごく素晴らしいんですけどもな,なかなかそういうわけにもいかないとあのまあやっぱり良いものを作ろうとするとどうしても資金が必要だったりするとまああるいはやる気でそれをなんとか補填するわけですけどそのやる気も大体時間とやる気は大体有限だったりするのでやっぱり何らかの形でリソースを買って良いものを出していくっていうふうにこの車輪を回さなきゃいけないと。その時に えと記事広告を迎え入れるというのは多分一つのやり方なんですよね。えっ、ー、と、広告として記事を書いて載せると。ただ、それって、僕のブログなんかはね、結構選別してやってますけどね、そのあのこういうのがあるんですけど書きませんか嫌だあの。こういうの書きませんか嫌だ。っていう感じで断って断って、これ面白そうだと思うんですけど、うんって。これ、うちの読者も面白いって言うだろうなって言って、あの受け入れるってことが多いんですけど、うん そこまでね世の中選べることもなかなか少ないと思うんですよね。やっぱりこう来た話を、ね、やっぱり何らかの形で受けなきゃいけないということで結構無理のある記事広告を書かなきゃいけないということが多かったりしてで今度またクライアントがね PV 保証はどうなんだとかあ,のあるいはあれですよねえっと 広告っぽく見,見られたくないからちょっと偽装してほしいとか広告っぽくない普通の記事っぽく見えるんだけど最後に広告って書いてあるようにしてほしいとかタイトルに PR って入れてほしくないとかなんかそういうのがいろいろまかり通ってしまうとなのでえっとじゃあもう一つのやり方としてはオウンドメディアでやりましょうということですね企業そのもののページを作ってその企業のページにライターさんが行ったりして書くっていうそういうやり方だったりしますで今度それはそれでね <laughs> そこは そのネタが続かないんですよねその企業が例えばねある企業のそのネタだけでずっと書き続けられるかっていうとまあ無理でしょうとあのしかもそこでねその会社のことばっかり読みに来る人っていうのもなかなかいないわけですよね。えっと、そうなのでやっぱりあのいろんなネタを入れながらと同時にその企業にとっても都合がいい我々にとっても都合がいいやり方って何かないのかなっていうふうに考えてたところそれが行き着いたのが。 谷町式要するに、えー、とスポンサードでもう例えばからひいきにはしてるけれどもでもひいきにしてるけどちゃんと使ってみたらああいいじゃんこれともうす分かる分かるこれ意味分かるからもうファンってことでいいよとあの僕らファンだよとでひいきにしてますよそれももう公開ですよねだからちゃんとひいきにしてるんですよこの会社をごひいきにしてるんですよってことをちゃんと表から言って隠すんじゃなくて隠したらステマですからねだから隠すんじゃなくてあ で、ひいきにしてますよ、そしてここの会社からスポンサードを受けて、このウェブマガジンをやってますよっていうのは、これ完全にオープンにした状態で、で、好き勝手、熱量の高い記事を書くという、そういう形式はどうだろうっていうことですね。これ、一つメリットがあって、えっと、企業の運動メディアだと濃すぎてできないネタができるんですね。今まで結構ね、いろんな運動メディアで、こういうネタ入れてみたらどうですかって言ったら、本社が許しませんっ,つって、却下されること結構あったんですよ。あのね。 そういうところの、えっと、オンドメディアできないネタをファンとしてならばできるって形でやる。そういうことで、えっと、あの、本家の方でできないことをやる。で、我々としては今度は、なんですか、そういう縛りのところが抜けるので、ちゃんと PR って書いてあるものに関しては、もう全力で、あの、プッシュする。その、ちゃんとファンですから、あの、推しですから、あの、アイドルにおける推しと同じ、あれで、ちゃんと、 僕ら押してるぜって公開した上で押すわけですからそこにはあの不明瞭なところは何もないというそういう構造を取っていますまあまだ実験中なんですけどもね6月中は実験中なんですけども7月あたりからいろんなネタを投じていければいいなと思ってますでもうすでにですねいくつかの企業さんがえー、っと面白いねと、まあ、やってみたらということであのー、谷町として三角を を予定してくださってるんですけれども、それはあれですね、あの、こちら、アイコンの方を見れば、記事の上の方を見ればわかるんですけど、ミスフィット、トラッカー、インストゥルメンツ、チーロー、3M、3M でかいなぁ、ロゴが。<laughs> すごい安定感ありますね、3M がね。あのというところが参画してくださってます。また、あ、に町の企業さんは、随時、えっ、ー、と、募集中ですので、なんだ、面白いじゃないかというような、あの、 ご意見があったたらぜひお問いいい合わせいただければなと思いますとということであ、あの、Facebook ページ開いてますので、いいねしていただけるのと、あと、Twitter をフォローしていただけると大変嬉しかったりします。あと、ウェブサイトがでね、もう一つ、あの、えっ、ー、と、スマホほぼね、スマホオンリーみたいな気持ちでやってます。えっ、ー、と、スマホで見たときに一番気持ちがいいように作ってあるので、あの、 まあ、iPhone のホーム画面かなんかに入れて、時々タップしていただけると見やすいのかなと思ったりします。まあ、基本的には僕らが、あの、Twitter とかで告知したりしますのでわかると思いますが。はい。ということで、あの、m o d u l JP。まあ、どんなネタ書いていこうかな <laughs>。もう、いくつか入れてあるんですけども、なんかちょっと方向性まだ決めてないので、えっと、うん、いくつかちょっと、面白そうな記事を書いていこうかなと思います。キーワードはね、 おっさんのメリー。メリー、メリーロスっていう言葉を、おっさんメリーすらないじゃないかっていうことで、おっさんのメリーを目指そうという、そういう、いいのかな <laughs> そういう標語を立ててやっております。はい。よろしくお願いします。今週のニュース言っておきましょうか。えー、今週いくつかニュースあるんですけれども、ちょっとね、海外からやってきた、ちょっと面白い系な話から優先してやっておきましょう。 えっとですね、去年あたりから少しずつ囁かれてはいたんですけれども、ここに来て一気に、えー、知名度を上げてきて、多分日本でも名前が出てくるのはもはや時間の問題と思われる、えー、仮想通貨イーサリウムのことです、えー。発音が難しいですね。イーサ、エーテルですね。えー、っと、日本語で言うとエーテルなんですけど、あの、英語読みだとイーサル。で、それに、あの、まあ、元素みたいな、あの、 綴りを入れて,っていう、えー、仮想通貨です。でこれがですねこの去年あたりからまあ開始したのはえっ、ー、と最初に作られたのは19歳のえっ、ー、とカナダ人の学生さんかなが作って最初に作り始めたのが確か2013年でえっ、ー、と出資者を募って最初のまああの ユニットをネット上に公開したのが2015年ということになっていますので本当にまだ新しい仮想通貨なんですけれどもあのあれですねもうすでにビットコインにほぼ追いつきそうな勢いでものすごい急成長を遂げているというそういう仮想通貨ですでまあ去年あたりからで4000%ぐらいの成長ですか 頭がおかしくなりそうですよね。4000%っていうのはね、えっと、本当に、えー、ビットコインに対して多分7割か6割か7割ぐらいのところまでもう成長が追いつき始めてるというそういう、えっと、新しい仮想通貨です。で、やってることは似ています。えー、ブロックチェーン上で、えっと、計算をやり取りするというそういうあの仮想通貨なんですけれども、えっと、ビットコインよりもいくつかあの優れているところがあるというそういう特徴があります。でそれが えとスマートコントラクツというそういう仕組みなんですね。えっと、基本的にこれ何なのかというと分散コンピューティングの一種のプラットフォームなんですねイサリウムは、えっと。分散コンピューティングですからブロックチェーン上にたくさんのコンピューターがあってそれぞれが計算結果をやり取りしてるというそういうネットワークなので、まあ、分散化してますからねそのうちの一部分のコンピューターが消えたとしても えっと、ネットワーク上に情報はちゃんと存続するという、そういう非常にあの中央集権的な構造ではなくて、本当にあのビットコインもそうであるように、非中央集権型の分散型のえとネットワークを持っています。で 一つのあだ名として、このイーサリウムはワールドコンピューターと言われていて、まあ世界規模のコンピューターですと。その理由は、先ほど言ったスマートコントラクツというものをやり取りしているから。で、このスマートコントラクツというのは、この非常にちっちゃなこのコードですよね。なんかある条件があの満たされると、まあ、えー、実行される。そういうちっちゃなスニペットのコードがやり取りされています。例えば、まあある期間があの過ぎたならば、この口座に、えっ、ー、と、イーサーというこの、えっ、ー、と、 あの通貨をこれぐらい入金しろみたいなそういうあのコードがあってそういうのをえとやり取りしてるというそういうふうに考えてください。でこれがね非常に融通が利くあのビットコイン以上にこのス,あのスマートコントラクツっていうこのコードのやり取りの仕組みがもう完全にコアの中にもうえと組み込まれた形で作られていますのであのまあいろんなアプリケーションを作るのにも使えるわけですよね。 えとただ通貨をやり取りするだけじゃなくて例えばこの、えー、とスマートコントラクトのを使って、えー、例えば企業そのものの価値をなんか1万等分ぐらいにしてその企業の価値そのものをやり取りするみたいなそういう、えー、と仕組みづくりにも使えますし、まあ、本当に本格的なアプリケーションづくりにも使うことができますしつい先日は、えー、とこのイーサリウム上の、えー、とメッセージアプリを作ってそのメッセージアプリの企業のが どのぐらいだっけななんかいきなり、えっと、うん、4400万ドルぐらいの出資を受けて、えっと、いるという、そういう状況になってます。なんなんだと。ビットコインの方はね、発明した人がね、不思議な、不思議な人なんですけれども、<laughs> あのね、誰が発明したのかわかんないっていう、こう、伝説上の存在ですけれども、えっと、イーサリウムに関しては、 えっと、発明者は分かってますでこの19歳のヴィ、えー、タリック・ワターリンってさんかなあのロシア系のカナダ人19歳の人が作ったというものでいや天才ですよね本当にね。<laughs> うん、で、えー、このイーサリウム4,000%ぐらいの成長していたわけですけれども今週になってですね大きな話題が 飛んでできたのはですねいきなり最初の、えー、クラッシュが起きたというやつですね。えー、市場価格が数百ドル状態のところからまあ10セントぐらいのところまで365ドルから一時期は10セントかまで暴落するというものすごい不安定な事件があってこれであの何万ドルというお金を完全に 失っってしまったトレーダーダの人もいらっししゃいいましてですね。いやー、さすが。<laughs> まだ始まったばかりの仮想通貨ですね。さすがだなというような、えー、ことになってます。何が起きたかというとですね。えっと、まあ、いつものあれですよね。誰かがあの安値で、えっと、取引をあの数百万ドル分仕掛けて、えっと、大体どのぐらいだったのかな。なんか、うん、317ドルから224ドル。だから本当に、 えっと、取引額の一番下の限界あたりのところに、えっと、数百万ドルをぶっこんでそれに一気に、えっと、取引が移った結果大勢の人たちが持っているこの損失を出した、えっときにすぐにこの売りに出す売却するという自動的に売りに出すという仕組みが入ってそれがもう連鎖的に。 売りが出て売りが出てそれでまた値が下がってそしたらその下のところで待っていたここもこれ以上値が下がったら売れっていうふうにもう待っていた人たちが自動的にどんどん売っていくとそれに拍車をかけているのがイーサリウムにマージントレーディングっていうのをやってる人たちがいてこれはあの大体3倍ぐらいのレバレッジを利かせて取引することができるっていう仕組みなんですけどもこれに対してもこのこれ以上損はしたくないということでこのある一定以上のマージンを下回るとこのマージンコーリングって言って、えー 損失がが出そうううだって言っててたらもう一発でで売るるという <laughs> 自,動自動化してるんです、ね、これ全てがなのでこの取引所の GDAX っていうところの上で一旦この一番加減のところで取引が始まった瞬間に一気になだれを打つようにして下がってったとであるトレーダーにとってはもう寝てる間にですね例えばもう自分の突っ込んでる10万ドル分のイーサーが、えー、自動的にマージンコーリングで2ドルとかのなってる状態で全部売却されてその次の瞬間には300ドルぐらいに戻ってたわけですね。 で、目が覚めたら、全財産が消えていたという。さすがだね。<laughs> うーん。えっと、イーサリウムコメントの中に、イーサリンム発明者が儲かるようにできてるんでしょうかっていうふうに書いてありますけれども、この仕組み自体で儲かるっていうわけではないと思いますね。もちろん、でも、発明者自身が、この、えっと、ステークを入れてるはずですので、そのステークが、えっと、高値になっていくことで、本人が儲かるっていうところはあると思います。えっと、 これちょっと面白いのが今ビットコインだったら、えー、と例えばちょっと無意味な計算をしてその計算をした結果としてマイニングでビットコインがもらえるってそういう仕組みがあると思うんですけども、えー、とイーサリウムについても同じなんですけれども、えー、と次のイーサリウムのバージョン、えー、となんかセレニティっていうバージョンだったっけどなんか今バージョン2か3になってて次のバージョン4が、えー、とセレニティってやつなんですけどもそいつだと,、えー、とおより多くのイーサーを持って いるとそれに対して、えー、となんだ新しいブロックチェーンにおけるユニットが付与されるみたいなちょっとあのビットコインとはちょっと違ったマイニングの仕方もえっ、ー、も実装される予定だそうです。まあビットコインだとねあの計算能力次第っていうところがあるんですけれども、えー、とインサリウムのこの仕組みのだったらば、えー、そんなこともないというそういういくつかの改良点があるっていうことで。 まあ、ひょっとすると、ビットコインを乗り換えていくんじゃないのかなという、そういうところですね。さて、うん。日本でこれに乗っかってる人は、まあ、まだまだね、仮想通貨について詳しい人ばっかりだと思いますので、今乗っかるにしたらもね、英語の情報とかを読み込んでたとは思うんですけれども、僕、これ、あの、トレーディングがどうこうとか、お金がどうこうってことよりも、えっ、ー、と、ちょっと面白いなと思ったのは、 これなんですやっぱり。えっと、あ同時に来たんだな、これって。あの、ビットコインは前から来てたと思うんですけれども、えっと、マストドンの、例えば、非、えっと、分散化したネットワークと同じように、イーサリウムも同じような分散化したコンピューティングのプラットフォームなので、あ、なんかこれ、起こってるな、という気はします。えっと、一つには、まあ、あの、なんだろうな、 世の中だんだん信じられなくなってるっていう柔らかな言い方にしておきましょうか。<laughs> えっと、アメリカも信じられないし、EU も信じられないし、えっと、そういう時には、あの、ブロックチェーン上に資産がふよふよしててくれた方がありがたいんですよね。で、それに気づき始めてる人が結構大勢いるんじゃないのかなと。ここまだまだ可視化されませんよね。こんなこといちいちわざわざ言って回る人そんないないですから。なんか、なんかあるんじゃないかな。 うんなんかそこら辺の石油王を捕まえてインタビューできるといいんですけどね <laughs>。お客様の中に石油王はいないでしょうか。大富豪でもよろしいんですけれども。あまあ普通の人でもいいと思うんですけども、なんか、うん、何かが起こってる気はします。ちょっと僕まだこの仮想通貨の分野は本当にあんまり分かってないことが多いので、イーサリウムはずっとモニターしてはいるんですけども、あやっぱり分かってないなと思うので、買ってみるか 近いうちにね、ちょっとね、あの、とか、あれだよ、アメリカの講座僕持ってるはずだから、何、うんうん、とか、何とかしてみるか。面白いね。冗談です。はい。多分やらないと思う。もう、えっ、ー、と、ただ、えっ、ー、と、このあたりの話、えっ、ー、と、ビットコインを追いつく追い、追いついて追い抜くんじゃないのかっていう話とか、えっ、ー、と、このボマーケットのボラタイルさに関しては、 ようやく、えっ、ー、と、日本のメディアでも多分気づき始めてる人が大勢いると思いますので、えー、そういうキーワード、イーサリウムっていうキーワードが出てきたら、えっ、ー、と、これのことなんだなというふうに思ってください。次、いっときましょうか。えー、これもね、タイトル勝ちなんですけど。<laughs> このニュース。朝日新聞やるなと思ったんですけどね、これね。 原理はゼータガンダム。これはね、紹介せざるを得ないでしょうね、このタイトルはね。原理はゼータガンダム装置超過型衛星再突入実験成功って。そうか、ね大気圏再突入で原理はゼータガンダムっていうと、ウェブライダーかと思ったらバリュートでしたっていう、そういうね、昭和生まれの人しかわからないネタでしたね、これね。えー ゼータガンダムにおいては途中であの大気圏突入してジャブローに降りていく時にモビルスーツが溶けないね大気圏突入した時に溶けないようにこの風船をバンと開いてその風船の中に包まれるようにあのモビルスーツが入っててそのまま大気圏を突入するっていうそういうシーンがあるんですけれどもまあそれに似たような大気圏突入用の傘を使って ゆっくりと体験に入ってくるような小型衛星という実験が成功したというそういう話です。しかもね、これ入っていく時間が3ヶ月かけてるんですよ。ですから、非常にあの空気の薄い超高層大気のところを舐めるようにして少しずつ少しずつあの高度を下げてって、ある程度まで下がったところでも自動的に燃え尽きるようにプログラミングしてやったと。そういう実験ですね。これね。 3ヶ月かけてやってますけど、えっと、今まではね、例えば本当に数分とかで突入して着陸するっていう形だったので、えっと、非常に、あの、頑張った耐熱板とかそういうのを作らなきゃいけない、耐熱構造を作らなきゃいけないわけですけれども、もしこういう傘みたいな仕組みができて、えっと、ある程度のスケールでデプロイすることができるならば、例えば、ね、えっと、 3ヶ月とは言わないまでも、例えば数時間かけて大気圏に入ってって、その代わり、あの、ものすごく巨大なその耐熱構造とか使わなくてもいいようにするってそれぐらいだったらね、コストとして悪くないなと思うんですよね。あの、そういう実験としてはいいんじゃないかと思います。こう、こういうのはね、先に言ってほしいね。<laughs> 成功してから言うよりも、なんかこういう実験やるよって言ってほしかったな。知らなかったな、これ。うん、なんとも。 心躍る、はい、ニュースだなと思います。うん。はい。そして、えー、いくつか他にニュースがあるんですけれども、ちょっと今日頭が割れるように言たいので、もうそろそろ今日この辺りでやめとこうかなと思うんですけれども、一つだけ紹介しておかなきゃいけないのがこのニュース。えっ、ー、と、Facebook がミッションステートメントを変えました。なんだそりゃって。 あの全ての,あの人たちをつないでいくっていうそういうミッションステートメントがあったんですけれどもなんかねちょっと新しいあのちょっとだけ変えてるんですよねえっと「世界をより一体化したい」っていうそういうミッションステートメントに変えてますあのね Facebook がこういうことをやるときって必ず意味があってなんか考えてるんですよね。あのおそらくここ最近の,あのユーザーの伸び方とかあのソーシャルネットワークというものの役割の変化っていうのを受け取っての多分ミッションステートメントの変化かなという気はするんですけれどもなんかね Facebook もちょっと変わりつつあるんですよね。 ちょっと前までは思い出していただきたいんですけども本当に最初の F8 カンファレンスぐらいの時にはもう Facebook っていうのは完全にこう止められないんだともう Google を完全に載しちゃって世界中はもう Facebook というインターネットの中であの駆動するんだって言ってる人もいたぐらいなんですけども現実はそうはならなかったですね結局 Google はもっと Facebook よりも仮想のレイヤーのところで完全にあのなくてはならないプラットフォームになってで フェイスブックはフェイスブックになっててでじゃあ市場とかハードウェアとかどうなんですかっていうと市場はアマゾンが完全に取っていてで、えー、ハードウェアのところはアップルがまだまだ強いとな,なんかちょっとフェイスブックね逆に弱くなり始めてるわけですよえっとこのソーシャルメディアを維持できなかったら崩壊あるのみなんですよねみん誰かにつながることができるからフェイスブックなのであって なので、やっぱりまたここでね、この話が出てくるわけですよ。なんかこう、うん、下のところで何か変わりつつあるのかな。Facebook いらないよっていうコミュニティが増えてきてる可能性もありますよね。そうなると、より世界を一体するのが、一体にするのが我々の使命だっていうことで、より多様な Facebook というものを作っていくつもりなのかもしれないですね。うがった見方だと、 いやザッカーバーグは2020年に大統領に出馬するつもりなんだって言ってる人もいます。これもね結構ね、あの、うん、否定しないんですよ、ザッカーバーグさんは。今週もアイオワ州に行ってましたね。なんか、アイオワ州っていうのは大統領選では絶対に外せない州なんですけれども、ほら、ザッカーバーグ、アイオワに行ってるじゃないかと。 あのなんか地盤作りしてるに違いないとかって陰謀論者が言ってる人もいましたけれどもまあさすがにねそれはないとしてもそれに近いことは考えてるんじゃないかなという気がします。うんピーター・ティール的な世界観とザッカーバグさん的な世界観は完全に相対しますので水面下で戦ってるんじゃないのかなねなんかそんな気がします。 いうのと、あとライフハック的なものを一つ紹介しておくと、ト o ドゥイストさんが、えー、なんかちょっと面白いことやってます。これまだちゃんとあの見れていないんですけれども、t w i s トっていう名前の新しい、えー、メッセージングサービスを始めています。で、スラックみたいなものですね、スラックのに対する競争相手になる、そういうサービスだと思うんですが、 ちょっと、ね、あのー、うん斜め上から来てるんですよ。っていうのはスラックにしてもメッセンジャーにしても全て瞬間的につながりますよってことを、あのー、一つの売りにしてるわけですよね。でそれってあの同じ時間帯に住んでることがほぼ前提になってるわけですよ。ででもトゥードイストって面白い会社で トゥードイーストは実はヘッドコーターみたいなものがあるようでないんですよね。で、もちろん社長はとある場所にいるんですけど、コーディングしてる人、デザインしてる人、PR している人っていうのは全部ね、世界中の違う時間帯にいるんですよ。6カ所ぐらい。で、みんながね、同時にウェブ上でつながって、えー、仕事をしていると。場所によってはオフィスさえもないので、えー、なんか常に、 時間帯が変わりつつ社長の人がこれどうだっていうと別の時間帯の人が起きた頃にはいわかりましたっていうふうに返事をして1日中なんか世界中でツイストの開発が続いているとそういう会社なんですね。だから彼らにとってはメッセージアプリは速度ではなくて時間帯が違おうが状況が違おうがちゃんとつながってくれるとそういうあの設計思想がある。それでこのツイストというそういうサービスらしいです。 なのでこのタイトルね、to do is to Slack Competitor is for people who hate constant notification だか常に通知を送りまくらなきゃいけないそういう類のものではなくて必要な時に必要なものが届いているようにするというそういう仕組みをビジョンしてるみたいですまだちゃんとタえしてないのでちょっと見てみたいと思います to do is to の社長からはね、時々メールが来るんで <laughs> よくわかんない会ったことないんですけどねなんか これ、試せみたいな感じでなんかメール来るんで、お、おうみたいな返事が <laughs> 返してるんですけど、うん。これもなんかね、こういう新しいものを切ったから、試してってメールだけが来て、お、おうって返事しておたんですけど、<laughs> な、なんだろうね。はい。そのうち日本に来てほしいなと思います。 はい。ということで、えっ、ー、と、今週これまでにしたいと思います。えー、もう一回言っておきますと、えー、今週、マイナビ新書から、えっ、ー、と、マストドン次世代ソーシャルメディアのすべて、えっ、ー、と、明日ですね。基本的に、えっ、ー、と、発売日は明日ですので、えー、もし、本屋さんなどで見かけましたら、とりあえず、あの、立ち読みしていただければなと思います。えー、あと、あれですね。そうだ、これの、えっ、ー、と、イベントが、七、えー、7月10日に、えー デジタルハリウッドの、えー、方でで行われる予定ですこれちょっと、あれかな、ウェブページがちょっと今引っ張り出せませんね。デジタルハリウッド大学の方で、えー、と7月10日に全員が揃って、この視聴者5人が揃ってのイベントを行う予定ですので、えー、ともしよろしければそちらの方にもお越しいただければなと思います。このアベンジャーズ5人が揃うって多分そうそうないことだと思いますので、 えともしよろしければ、この、あの、ここの表紙のところにサインをいただく場合にはですね、少なくとも松本淳さんとか、残りの人たちが全員揃うことってあんまないと思うので、ちょうどいいチャンスだと思いますので、えっ、ー、と、揃って何を喋るのかなという興味のある方はご覧いただければなと思います。えー、ライフハックライブショー、えっ、ー、と、毎週日曜日夜10時からこのような形でやっておりますが、その後 YouTube と、えっ、ー、と、 なんで iTunes の方にも、えー、とアーカイブが上がりますので、えー、とそちらの方もご覧いただければなと思います。それでは今週はこれまでにします。どうも。